旅出ますよ、直拓さん。直拓さん、今東京いるんですよね。いや、なんか光くんにスパをお願いしようかなと思って。あさってからっす。10日からっす。旅は。そういえば、青山健康診断行ってた。なんかね、昔からね、熊がすごいんだよね、青山。で、プライベートでも結構ね、あ、俺病気かもしんねえわって言ってたから。顔色悪い時といい時が激しいんだよね。ちょっと痩せすぎだよね。え、マジっすか？合います？ もし、お手すきだったら、ぜひぜひ、行きますよ、全然。あ、今、新宿だ。ヒカルくん、まだ新宿いんのかな？スパーリングやってくんねえかな。マジっすか？マジですか？今洗濯物やってるんで、12時ぐらいになっちゃう。それだと遅いか。ちょっと時間かかっちゃいます。トレーニング向いてる。そうそう、ヒカルくんとトレーニングやりたいんだよ。仕込みバンテージとかはやらない。ヒカルずっと動いてます。あ、ヒカルとずっと、ああ、そうなんですね。じゃあヒカルくんに連絡します、後で。体重今ね、57。あ、違う、嘘ついた。75。今日もホテル。あ、じゃあ今度にしますか？明日とか。4月10日から旅に出ます、僕は。じゃあまた後日、よろしくお願いします。おお、ありがとう、ほっこりお兄さん。おお、すげえ、7個。は、花火7個ありがとう。サンキュー。すげえ。金持ち。75今。75。あとでトレーニング行こうか、じゃあ。洗濯物終わったらトレーニング行くか。今洗濯してるからさ。ふわっち公式放送やってくださいってね、思うよね。そろそろじゃないの？まだ早いんじゃないの？公式やるには。ツイキャスも公式やってないでしょ。ありがとう、南の帝王さん、ありがとうございます。ありがとう。いや、助かりますよ、ほんと。こんなたくさん花火とアイテムいただいて。配信業に慢心します、僕は。今日暇で和道さんの動画見てたんだけど、2月にロホコさんといた心霊動画見てた。青葉台で待ち合わせしてたでしょ。あ、地元なの、バレーニョさんの。あ、そうなんだ。ドン・キホーテで迷子になったんだけど、あの辺なんだ。浜っ子だ、じゃあ。バガーありがとう。バガーありがとうございます。ありがとう。あ、間違えた。発数。502発だ。今7個いただいたから、あと2か。ありがとう、バガーありがとう。ありがとね。配信業、そうだね。配信1本でやってくよ、俺は。そう。246かどうかわかんないけど、高速降りたところの、まっすぐ行って左側だったっけな。まあ、青葉台のドンキだと思うよ。なんか地元移るとテンション上がるよね。だから全国旅回って移したいなと思って、みんなの地元。まだありがとう、たかやん。ありがとね。北海道行くからね。そして、最上北条、俺のばあさんの仮装したんよ。あ、そうだったんだ。じゃあめちゃめちゃ思い入れある場所で配信してたんだね、俺は。あ、そうだったんだ。もうなんかね、ボンバーっていうか、俺ね、腕毛とかもそうな、体毛濃いのね。で、嫌なのがストレートなんだよ。
体毛が。だもっとくるくるさせて、もふもふさせたいの。ザンゲフみたいに。ワドさん見て、根性悪い人ってど、あ、性格と根性の悪い人。根性の悪い人か。答えを知ってるのに答えを聞く人。これは性格悪い人だよね。相手が何を答えるか知ってるときに、その、あえて質問をする人っていうのは、俺は性格悪いなと思うね。風船100個ありがとう、バレーニアさん。だってさ、答えを知ってて聞くわけじゃん。で、本来質問をするっていうのは、好奇心とか、この人は何を答えるんだろうみたいなことを知りたくて質問をするの。普通の人は。要は、あなただったらどう考えますかとか、俺こう思ってるんだけど、別の意見欲しいんだけど、なんかどういう意見、持つっていうのを聞くのが俺は普通の質問の仕方だと思うんだけど、頭がいい人でもこれやらないんだよ。普通そのなんつうの、相手の答えが分かってるのに質問をするっていうのはやらないんだよね。相手の答えが分かってる状態で質問する人っていうのは俺は根性悪いやつだと思ってるね。性格悪いと思ってる。要はね、もうはめようとしてるんだよ。そう、欧州話法っていう技法なんだけど、誘導尋問みたいなもんね。それは根性悪いなと思うね。あとその、なんていうのかな。例えばその、自分である程度素人よりも上の技術をつけて、それでその素人を、なんつうの、威圧する人。例えば配信者だったら、その言葉って武器なんだよ、やっぱり。喋り慣れてるから。だから俺一般の人にはそういう話法を使わないようにしてる。営業の話法とか、あと、なんつうんだろう。営業マンの話法とか、あとそのなんつうんだろう、言いくるめる話法とか使わないようにしてる。これはプロの技術だから、素人に向けちゃダメなの。まあボクシングとかもそうでしょ。素人の人殴らないでしょ。横山みどりって性格悪い。あ、いや、みどりさんの場合、あれ芸風でやってるから、特に性格悪いとは思わないな。みどりさんはもう、そういう芸風だから、放送以外でそれを使ってるの見たことないからさ。プロのセールスマンは質問で誘導するよね、こんばんは。するする、欧州話法っていう技術なんだけど、そういう技術があるのよ。うん。流通さん、ワドツ。ゲームでいう初心者狩りみたいな感じ。あ、まあ性格悪いね、それはね。シオンさんはどつ、本来力っていうのはさ、その、なんて言うんだろう。弱い人を守るためにつけるものじゃない。弱い人を守るためと自分を守るためにつけるものなんだよ。そう、だけど本末転倒じゃん。その、弱い人にそれを使うっていうのは。その、知識がないと圧倒的不利なわけだから。だから、俺はそれは、卑怯だなと思ってる。ロハコさん今日緑に呼ばれてた。あ、そうなんだ。へぇ。面白いじゃん。ロハコさん緑さん大好きだから喜ぶよ。やっと謹慎解けたんだね。緑さんの中で。ロハコさん喜ぶだろうな。若さん、みどりさん大好きだからね。はい、若津、さとしさんいらっしゃい。さとしさん最近来なかったね。これちょっと延長枠しないでさ、30分経ったら洗濯物乾燥機に入れてくるから、ちょっと待ってて。コインランドリー行くから。そしたら戻ってくるよ。Thank you.
あさってだね。早いよね。っていうか、のんたんがまた釈迦預からないって言い始めちゃってさ、どうしようと思って、もう頭痛いよ。のんたんがやっぱり釈迦預からないって。どうしようかな。文鳥の釈迦をどうするか、もう困ってるよ。スポーツ狩り、どうしようかなと思って、髪伸びたんだよね。いつもね、2ブロックなんだけど、1000円カットで。このまま行こうかな。髪長い方が旅人っぽくない？ 匠さんも OK いただいてるんだけどね。匠さんに預かってもらおうかな。匠さんとね、猫王さんがね、預かってくれるって言ってるんだけど。いい子になるはずだったんだけどね。俺はのんたんに預かってもらうのは、家はそのままだね。家そのままで行く。のんたんに預かってもらうのが一番いいんだけど。はい、ワドツ。伸ばして武者に。ロン毛にしたこと一回もないんだよね、人生の中で。髪伸ばしてみたいっていう願望はあるんだけど。金髪にしようかな。なんか昔やってたので、髪の毛半分金髪で半分黒っていうのやってたの。こっち側だけ金髪とか、こっち側だけ金髪とか。だからせっかくさ、フリーターになったわけだから、髪型も遊びたいなとか思ってんだけど。でも黒髪が似合うって言われるんだよね。金髪似合わないよって言われて。拗ねちゃったね、ちょっとね。髪染めようかな。さっきの話、ためになる、すごく。うちの親父が卑怯。少なからず俺も似てるから、耳が痛い。久々に来たら、リンクしたような話、びっくりした。ほう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 。これはみどりさんが卑怯って言ったコメントあったけど、みどりさんはそれは卑怯だと思わなくて、あれは放送を楽しむために、ね、やってるからいいと思ってるんだけど、楽しませるために、誰かのためにやってるし、あれは技術だから、そうじゃなくてプライベートとかでそれを使うのは良くないなと思うよね、やっぱり。あ、どうもどうも、直拓さん。欧州和法。欧州和法っていうのはね、例えば営業マンっていうのは、そう、買ってもらう、契約をするよっていう一言をもらうため、要はサインアップっていうんだけど、サインを書いてもらうためだけに話をするんですよ。明日中様子見て連絡します。あ、了解しました。お疲れ様です。よろしくお願いします。あ、直徳さん、そうそう、映像見れるようになりました。なんか運営さんに問い合わせて設定変えたんですよ。問題なく見れてます。なんか直徳さんとね、数名ね、やっぱり見れないって言ってた人がいたんだけど、見れてると嬉しいんですよね。設定変えたんで。カズさんはどっち？泥棒対策っていうか、盗むもんがない、俺の家には。本当にない。だから、俺実は鍵も全然かけないんだよね。ほったらかしだよ。あ、見れてる。よかったです。欧州和法の話に戻るんだけど、サインアップ、営業マンの全ての喋りっていうのは、契約をもらうためだけに話すんですよ。で、その実は欧州和法っていうのは、7段階の質問をすると、そこに結びつくっていう和法があるの。だから、簡単に言うとね、誘導尋問とはちょっと違うんだけど、話の展開をそっちに持ってくっていうやり方なんだよ。そうそうそう。お手数おかげ。いやー、全然全然。お手数なんて、そんなそんな。むしろ、アドバイスありがとうございました。見えてない人いっぱいいたと思うんで、嬉しいっすよ。なんて言えばいいのかな。例えば、その断定的に言う言い方と、例えば「このドデカミン美味しいと思いませんか？」っていう質問をしちゃうと、つまらない、
美味しくない、美味しいっていう二手に分かれちゃうの分かる。質問の仕方で、このドデカミンストロング美味しいと思いませんか？とかいう言い方しちゃうと、いや、僕はあんま好きじゃないですね。あ、僕好きですね。っていう二つのパターンに分かれちゃうのよ。そうすると、これが美味しいっていうトークをしたい場合っていうのは、なかなか、このトークに進められないから話の下手なやつなのね。メンタリズムとは全然違う。営業マンの基本中の基本の和法だから。だから、これをセールスするときのやり方っていうのが、これが美味しいと思いますよね、じゃなくて、これってロングセラーじゃないですかって。だからこれを美味しいと思ってる人っていっぱいいるんですよ。っていう言い方をすると、ああ、そうだねっていう。うんっていうしかないじゃん。でですねっていう展開をさせる。要は売り込み方の話なんだけど。で、あえて相手の共感を得るために、でも、これ美味しくないと思ってる人もいますよねっていう言い方とかもあるの。うんっていう。イエスの和法っていうのなんだけど、それは、相手を何回も、うんってうなずかせるの。そうすると、うなずくっていうことは共感だから、同意をしてくれてるの。自分の話に。で、イエスを重ねていって、信頼を獲得していくっていう和法とかもあるの。それをもっとスマートにやるんだけど、わからないように。今わかりやすくやっちゃってるけど、大げさにっていうか。それをね、しっぽりやっていくっていう。アスペルガー症候群には営業マンのトーク難しそうだね。違う、逆。アスペルガー症候群でもわかりやすいトークをするの。簡単に言うと。逆。上手い人は、どんな人にでもわかるように話をするから。で、それを専門的な話をいかにわかりやすく落とすかなんだよ。ゴルゴいらっしゃい、ワダツ。和法ね、和法。元ネットワークビジネス経験者。俺、ネットワークビジネスだってダウンライン4500人作ったんだよ。ネットワークビジネスやってことある人ならわかると思うけど、結構驚異的だよ。中堅ぐらい、その会社の。中堅のトップより、大手になるかならないかぐらいの実力だから。トップリーダーではないんだけど、思いっきりその名のあるリーダーだったから。俺だって契約率98%とかだったよ、本当に。俺の ABC、A やった時は。セミナーの契約率も7割ぐらいあったし。新規の場合ね。っていうのも、嘘をつかないっていうことをやると、信頼って獲得できるんだよ。で、ネットワークの失敗する人っていいことばっかり言うの。夢みたいなことばっかり言うの。そうじゃなくて、リスクはこうあるよ。でもメリットこうあるよ。僕はこれをなんで選んだんか。リスクがあるのになぜこれを選んだのかっていう体験談を主に話すようにしてたのよ。で、例えば、こういう業界で仕事をしていたんですけど、こういう業界ってこういうところが難しいんですよって。例えば、僕、会社経営やってたんですけど、人件費もかかるし、家賃もかかるし、交通費もかかるし、仕入れ代もかかるんですよって。何か事業をやるときっていうのは、うん百万っていう単位で最低かかるし、中堅の仕事やろうとしたら何千万ってかかるんですよって。例えば、どこどこ、大手のどこどこっていう会社と契約をするときっていうのは、口座を握るとか、口座を開くっていう言い方をするんですけど、契約をするだけで何百万っていう単位でかかるんですねっていう、一般の人が知らない、経営者はこういう苦労をしてるんだよっていう、資金繰りの話とかをしてあげるの。例えば、フランチャイズっていうのはどういう仕組みで、セブンイレブンっていうのはもう頭金1000万ないとできないんですよとか。で、僕はなんでこれをチャンスだって思ったかっていうと、OEM っていう仕組みではあるんですけど、要は、海外で別の会社の工場の権利を買い取ってるっていう仕組みなんですけど、自社ブランドっていうのを持ってるんですよって。で、自社ブランドの開発費用であったり何々を考えた時に、これくらいの利回りでこれくらいの行動をしたらこれくらいの給料が取れるっていう考えたら、普通に考えてこうですよねっていうトークをしてた。初見さん、あ、どうもどうも、ビリリンさんいらっしゃい。そう、だから説得力の問題なのよ。そう、だから、商品がいいから売れるわけじゃなくて、例えばよく言うのが、日本全国にドコモショップっていっぱいあるでしょ。で、ドコモショップって値段変わらないのよ、ほとんど。まあ、キャンペーンやってるところもあるかもしれないけど、どこで契約しても一緒なの。だから、この人からは買いたくないって思われたらアウトなのよ。例えば、まあ、店が混んでるとか、
だから従業員の態度が悪かったら他の店行こうってなるじゃん。ビッグカメラでいいやとかなるじゃん。近くの。だからそういう話とかもよくしてたね。営業マンの研修とかは。だからそのビジネスマンとしてしっかりやらないとダメだよって。素人が素人っぽいことやっちゃうからその反感を買うっていう。うまくいってる人はうまくいってるんだよ、セールスマンでも。でも素人がその技術を持たないでやるから、技術を磨かないからうまくいかないんだよっていうことを説明してた。そう、例えばその身なりがね、私服で仕事のプレゼンを行くってありえないから、名刺持ってませんとかありえないから ビジネスマンで。で、よく若い子でいるんだけどね、ビジネスマン同士の会話で初対面でいきなり会って給料いくらですかとか、いくら儲かってるんですかなんて絶対ありえないから、社会に出たらそんな会話。これから仕事の契約させてくださいって言って、よろしくお願いしますって言って、初対面の人に、ところで給料いくらもらってるんですかとか言わないでしょ。これを平気でやっちゃうんだよ。これを平気でやっちゃうの。そう。だから格が下がるのよ。自分の会社であったり、自分の商品だったり、自分自身の。これをやったら絶対ダメっていうのがあるのね。初対面の人に給料いくらですか、売上いくらですか、いくら儲かってますかなんて絶対聞かないから、ビジネスマンは。それは察するんだよ。MLM 信者すぐいくら儲かってますかって。要は反社会的なんだよ。常識がない、非常識な行動をしてるの、うまくいかない人って。俺はだから、いくら儲かってますかって言った時に、もうご想像にお任せしますって言ってた。ただ、もうその時に若い子だったらすぐ指摘してるよね。もうそれ二度と聞かない方がいいよって。先輩から教わらなかったって。ビジネスマンで給料いくらですかっつったら、そう、絶対タブーなんだよ。社長業やってる人だったら絶対わかるの。お店やってたり、社長業やってる人だったら、もうそいつとは取引しないって決める瞬間だから。それをネットワークの信者はやっちゃうんだよね。そう、騙されてんのよ。俺はいくら稼いでるとかさ、偽物の見栄張り商売やってるバカがいるから。そんなのは乗ってる車とかやってる事業とかで考えるんだよ、自分は。着てる身なりとか、どこで待ち合わせてるのかで決めるんだよ、自分が。見極めるの。そう、お前に関係なくねで終わりだよ。じゃあ、お前、俺が金持ちだったら言うこと聞くのかって話になるじゃん。俺が貧乏人だったら話聞かないのって話になるじゃん。金持ちは信頼関係で動くから。ビジネスマン、なんでビジネス成功してるかっていうと、人を見る目があるから成功してるの。これ間違いないのよ。絶対にビジネスうまくいってる人って人を見る目にすっごい敏感なのよ。それを自分の価値を下げるような質問をしてさ、そんなさ、なんつうの、目利きができる人に対して給料いくらもらってますかってアホかなって思うじゃん。絶対無理だよ。まず金前提で動く。そう。だって儲かるんだったら誰でもやるじゃん。儲かるか儲からないかわからない中で、俺はこう儲かってる、儲かると思ったからやろうと思ってるよっていう話をするわけじゃん。これが情報交換の大前提なのよ。メリット、デメリットを話すの。だから、俺はいいことばっかり話す人っていうのは、俺はまず信用しない。絶対にここにリスクがあるっていう話はするから、本当にできる人だったら。っていうか、まずね、本当にできる人、リスクから話すよ。 あ、じゃあ、ちょっと洗濯物、乾燥機入れてきて、また戻ってきます。トリオツです。正直な話、俺結構青山をしてるけど、最近キラコメ多すぎて見らんない。 でもね、俺は今の青山のやり方は正解だと思ってて、青山はね、もともとやっぱりね、数を集めながら面白い話できないとダメだと思ってて、あいつ若いじゃん。で、バレーニョさんが面白いと思ってる配信って人集まってないんだよ。で、今受けてるわけじゃん。人が集まってるわけじゃん。俺はあれで正解だと思ってるよ。しょうがないことだよ、それは。匠さんはどっち？りなちゃんはこっち。匠さんさ、申し訳ないんだけど、やっぱ釈迦預かってもらうかもしんないわ。のんたんがやっぱ釈迦預からないって言い始めちゃったから。大丈夫？来て間もないけどコンビニ行ってきます。行ってらっしゃい。
明後日から気をつけてください。全然楽しみにしてるよ。ああ、ごめんね。たくみさん、ありがとう。月曜から旅配信。月曜の夜に旅立とうかなと思ってるね。ステッカーができるのが夕方だから、それ取りに行って、そのまま旅出ちゃおうと思ってる。あーちゃんはどつ？どれくらいの期間旅出んの？期間は設けてないんだけど、1万人リア突の旅なんですよ。1万人リア突をして、で、全国都道府県を回るっていう企画だから、一応ね、ステゴロっていう、そのイベントの時には帰ってこようと思ってるから、これか、ステゴロはこれなんだけど、このイベントの時には帰ってこようと思ってるね。で、5月の21が誕生日だから、その時に帰ってきて、で、20日間トレーニングやりながら、ちょっと準備しようかなと思ってるから、5月の21に一旦帰ってくると思う。誕生日オフ会やろうかなと思って。移動はね、歩きっていうか、まあ、俺、リスナーさんの車を結構当てにしてるかもしれない。まあ、歩きでも何でもいいかなと思って。チャリンコはまあ荷物が増えるから嫌だなと思ってるけど。10万人のうちの1万人で、そう、やりたいこととリンクしてるのよ。まあ、汲み取ってもらえるとすごい嬉しいね。そう、10万人と出会うっていうのは、俺の、なんていうの、人生の夢だから。機会費用を得るっていう考え方なんだけど、さすがですね。そこをはっきりしとかないと。なんで、企画じゃないよ。旅人になるのが夢なんだから。なんかみんなパッケージに慣れすぎてて、俺は旅行するつもりも企画にするつもりもないよっていうのはずっと言ってるから、あくまでリア突1万人と出会うっていう、それが目的だから、ライフスタイルにしたいのよ。自分の旅っていうものが自分のライフワークっていうか、地球に住んでるっていう感覚を身につけるためのものだから。チャリンコ太ってると股ずれ、チャリンコ乗ってると股ずれ、すごいよね。痛くなるよね。体が丈夫であれば旅はできるから。宿泊も決めてないね。お金があったらホテル、高級ホテルとか泊まって面白そうな感じにしようと思ってるけど。お金がなかったら、まあ野宿じゃないかな。なんかその決められたことっていうのは俺はつまらないと思ってて、ドラマ、筋書きのないドラマが一番面白いと思ってるからさ。新しいフォロワーさん、笠の家さん、フォローありがとう。あ、そうだね。結構順番を追ってて、最終ゴールっていう、その自分の夢みたいなものはあるんだけど、実はそれをあんまり言ってないんだよね。実は夢とか志って言ってんのは、手順なんだよ。俺の夢を叶えるための。俺の理想の生き方を叶えるための手段とも言ってもいいし、目標に近いんだよね、かなり。落とし込んでるよ。その、やりたいこととやりたくないことっていうのを明確にしてるから、自分の中で。必然的にそのやるべきことが見えてくるんだよね。そうすると、今これをやっとかないとこれは達成できないなみたいな。ふわりんさん、いらっしゃい。覚えてるよ。楽しんでって。
亀田興毅に勝ったら1000万もらえるというテレビ企画で一般人を募集してるよ。勝てるわけないじゃん。あの世界チャンピオンだよ。うん、勝てるわけないじゃん。あの世界チャンピオンがどういうクラスか分かってないんだよ、それチャレンジするやつ。勝てるわけないよ。そんな甘い世界じゃないよ。亀田興毅が何年間何年間トレーニングしてると思ってんのよ。世界取るんだよ。そんなさ、亀田興毅に勝てるぐらいだったら世界チャンピオン目指した方がいいよ。そう思わない？世界取れる器だよ、そいつは。今回の旅は10万人では目標、全世界に旅する2つのための、そうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと、まさにそういうこと。すごいバレーニョさん、そういうこと。そう、練習なんだよ。そう、本番でもあるけど次のステップの練習でもあるの。そう、そういうこと、そういうこと。だから残り9万人にもなるし、そう、俺の理想は本当に時間軸と場所に縛られないっていうことなの。そう、自由を勝ち取るための人生だと思ってるから、そう、好きなことを好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやるっていうのが俺の夢なのね。それを達成するための、そう、まあ達成しつつあるんだけど、それはもっとスケールをでかくしていきたいの。よく言うんだけど、俺はそう、やりたいことをやるため、ゴールを手に入れるためにやりたくないことをやるっていうのは俺は矛盾をはらんでると思ってるの。そうじゃなくて、マンダラ的な生き方ってよく言ってるんだけど、今の生きてる生き方と将来なりたい自分っていうのはリンクしてないとダメだと思うの。そう、その規模がでかくなっていく、今の自分の規模がでかくなっていくと夢を達成するっていうのが俺は正しいやり方だと思ってるから、そう、今は別に貧乏でもあの不自由でもいいけど、その心であったりとか生き方っていうのが理想の自分とリンクしてないとダメだと思ってる。だから今は世界に行けないけど、一応自由なわけじゃん。好きな時に好きな場所で稼げてるわけだから、で好きな人と好きなことを好きなだけできるわけだから。東北は早いですよ。東北のどの辺ですか？岩手とか青森は結構近いと思うね。古いけどナーボーが歌った便所の歌聞いた？いや、全然聞いてない。ナーボーの放送一回も見たことないかな。ちらっと覗いたことはあるかもしれないけど、がっつりこの子面白いなーって言って見たことはない。ツイッターに上がってるんだ。岩手だったら多分近いね。ああ、ぜひぜひ、ふわりんさんよろしく。助かるよ、マジで。ぜひぜひ頼むわ。ふわりんさん。お願いしたい。ありがとう。ぜひぜひ。よろしくね。話変わるけど、ヘルツに書いてあった旅用のリュックめちゃめちゃ、10万円のやつでしょ。本当は俺はあれで旅に出たかったの。10万円の一番高いやつなんだよ。超かっこいいけど、あれ重たいんだよ。あれはかっこいいよね。俺実物見たけど、あれ欲しかったよ。長野はいつぐらいだろうな。長野もよろしくお願いします。ぜひ。あと、美味しいものとかディープスポット教えてもらえるとありがたいですね。九州は後だね。後半戦だね。でも絶対行くから、約束は守るから。絶対行くから待っててね。
その時はステッカー買ってください。ステッカーがね、1枚1000円で、ちょっと高いですけど、旅の資金にさせていただくので、これがデザインですね。よろしくお願いします。これが和道ステッカーです。お金に余裕のある人は10枚ぐらい買ってもらえると、美味しいご飯が食べられます。まあ、あと地方の人はアイテムで応援してもらえると嬉しいです。30代で外国も行くんですね。そうだね。全部の国を行きたいね。カラーだとね、値段がすごい跳ね上がるんで、とりあえず白黒でいいかなと思って、ライブハウスのスタッフパスみたいに布製なんですよ、これ。サテンっていう生地なんだけど。それじゃあ東京でリアド妻ちやりますね。やります、やります。東京でリアド妻ちやります。っていうか、まあ、リアと妻ちをずっとやってる感じだね。名刺じゃないよ、ステッカー、これは。名刺と同じサイズだけどね。名刺サイズですね。そう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 。旅配信始まるよ、もう。約束は守るから。では、みんなとの約束っていう意味合いも含めてるけど、俺は自分の約束だから、これは。自分にした約束を破ったらアホでしょ。何のために生きてんだか分かんなくなっちゃう。10日の夜かな、夕方か夜に出るね。カラー、まあカラーバージョンも後々作るけど、カラーダサかったよ。白黒がかっこよかった。カラーのやつだとね、布にプリントアウトするとすごいチャッチーって感じだった。これはね、単色の方がかっこいいよ。単色とか2色とか。ハートプレゼントありがとう。群馬は、とりあえずね、捨て頃までは、多分ね、千葉、茨城、福島、宮城、岩手、青森まで行けるかなっていう感覚だと思ってもらいたい。で、一回戻ってきて、で、そっからそうだな。なんだ。あそこに行くっていう感じ。東京に戻ってきて、捨て頃に出て。そういう感じになると思う。だから北海道から今度また降りてくるって感じか。群馬、ありますよ、ありますよ。あります、あります。日本全国は絶対回るんで。ただ、直近ではないって感じ。ノート PC 3台持っていくかな。ノート PC 3台買おうと思って。あと、泊めてくれる人とかもいるとありがたいですね。やっぱ宿代がかさむんで。ほとんど宿代が、今の生活、売り上げだと、住めないんですよね。ここの家賃払っていかないといけないから。移動代とかも考えると、もうほぼ寝泊まり、公園とかマックとかになると思うんで、満喫とか。寝れる場所があるとすごい助かりますね。10万人と出会った時感動しそうですね。いや、1万人でも前代未聞でしょう。1万人達成しても俺多分感動して泣いちゃうと思うよ。だってさ、フォロワーの数とかさ、ふわっちに今いる人の数考えても、1万人に会うのって相当難しいからね。
ふわっちがでかくなってもらわないと無理だもん。寝袋とかも、まあ、お金に余裕があったら旅先で買おうかなとか思ったりとか。でもほら、俺の場合充電をしないといけないから、Mac を多分いっぱい使うと思うね。充電ができる。そうだね。いろんな、もう本当バズマーケティングでいろんな人が、あ、和道が面白いことやってるぞってなったらね、うまくいくかなと思うけど。配信者の人にもいっぱい会おうと思ってるよ。スタンドアローンコンプレックスの世界から解放。いや、全然違うと思うよ。スタンドアローンコンプレックスは意味が違うと思うけど、俺別にスタンドアローンコンプレックス抱えてないから。スクーターで移動すれば面白そう。どこでも行けるし。なんか、それってなんかね、ちょっと俺の中で違うんだよな。やっぱりね、縛られるっていうか、自転車とかね、バイクとか車とか持っちゃうと、移動手段が縛られて、前回交通機関とか別にこだわらないでやった時すごい楽しくて、生まれて初めてフェリーに乗った時、すごい面白かったんだよね、船旅が。だから飛行機とかフェリーとかいろいろ使いたいなって、リスナーさんの車に乗せてもらったりとか、なんか道具を増やすっていうことは自分の活動に制限を加えることだと思ってるから、それはあんまりしたくない。早ければいいって問題でもなくて、ゆっくりも移動したいし、なんかもうその時間と場所に本当に縛られたくないんだよね。なんかこう嫌なんですよ。その自由じゃないっていうか、自分から縛りをつける人生がすごい嫌で。いや、まあ痩せるだろうね。じゃあ洗濯物取り込んできてトレーニングやろうか。トレーニング配信でもいいっすか？雑談が聞きたい、トレーニングみたい、どっち？まあ、トレーニング終わった後も雑談全然するけど。荷物があると縛られちゃうんだよね。そうそう。だから取りに行かないとってみんなやってるじゃん。自転車どこに取り行かないとって。あれがすごい嫌なんだよね。体に歩けばいいんだから。トレーニングでもいい？ 久々の。荷物取り込んで着替えてトレーニング配信でよろしくお願いします。ヒカル君とスパーやりたいんだよな。
え、なんで？嘘。え、本当に言ってんの？え、本当に言ってんの？え、なんでなんで？正吉さんのところにお世話になってるはずなんだけど。喧嘩したの？え、何それ？家あるでしょ、今。心配事？心配事は食えるか食えないかだね、本当に。朝早いので、お、おやすみ。あ、DM 待ってます。仕事辞めて、まさきちに言うなよ。マジで？もったいねえ。マジか。え、だったら石のここ住めばいいじゃん。だったらここ住めばいいじゃん。石野に言っといて。和道家開くから、住みたかったら早めに連絡くれって。大変だな。ここ俺旅に出るから。いやー、でももったいないな。せっかく正木さん助けてくれたのにね。まあいろいろあるんだろうな、俺には分かんねえけど。まあいいや、とりあえずトレーニング配信するわ。トレーニング配信するわ。素材としては完璧だよね。まあその辺は分かんねえわ、俺は。水道は止めないでいこうと思ってるけど、電気ガス水道は。とりあえずまあ、とりあえずトレーニング行くわ、俺。店長になれるのにね、もったいないね。いや、日本、とりあえず日本旅する感じだね。何ヶ月？いや、期間は設けてない、本当に。1万人リアと達成するまで帰れませんだね。1万人リアとつだから、ぜひみんなリアドしてください。やー、わかんない、それは。全然関わってないから、俺も。俺全然詳しくないよ。連絡も取ってないし。ただ最近元気そうだなと思って嬉しかったけどね、顔見れて。明日の何時からっていうか、夕方からですね。まだ決めてない。何も決めてない。じゃあみんなお疲れ。お疲れ様です。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。